1967年の近鉄バファローズでは、1967年の近鉄バファローズの動向をまとめる。この年の近鉄バファローズは、小玉明都氏が1年だけ選手兼任で監督を務めたシーズンである。1955年以降13年連続のビリクラスに加えて1964年から3年連続で最下位に低迷するチームの切り札として、 近鉄最初期に入団した小玉明都氏がこの年から選手兼任で監督に就任。小玉新監督は主に6番を打つ傍ら、開幕投手に前年10勝の鈴木刑事を指名するなど、若い選手を積極的に起用。チームはビリクラスながらも、過去3年間と違って、それなりの成績を残し10月になって、再開脱出の機会が訪れたが、 東京との直接対決で、通行の敗戦を喫し、再開脱出はならなかった。投手陣は鈴木が、プロ入り初の20勝を挙げ、佐々木光一郎が14勝を挙げたが非本塁打が、多く、特に鈴木は、リーグ最多の36非本塁打を記録した。打撃陣は、円熟期の土井正弘が、東映の張本伊佐夫と最後まで首位打者を争い、来日2年目のカール・ボレスは、 チームトップの31本塁打を放つなどの活躍で、チーム打率はリーグ2位を記録したものの、盗塁数は最下位に終わった。選手兼任の小玉監督はわずか1年で辞任し、自身も阪神に一選手として移籍した。最起オーナーはこの年まで対応の監督だった三原治を招聘し、再建を図ることになる。ありがとうございます。